トラ島沸騰阪神・金本が右脇腹支給で交代直後ナイスピッチングの場内アナウンスで SNS を追われセ・リーグ阪神71ヤクルト2023年9月3日新宮阪神・金本工事外野手28が3日のヤクルト戦で支給を受けて新宮球場にブーイングが巻き起こった。 9回先頭でこの回からマウンドに上がったヤクルト左腕山本の2球目がすっぽ抜けて右脇腹付近に直撃した金本は痛みに顔をゆがめて倒れ込みしばらく立ち上がれずトレーナーや平田ヘッドコーチが駆けつけた金本は起き上がり自力で三塁ベンチまで歩いたが代走小野寺を送られた 金本は7月2日の巨人戦で高梨から右脇腹付近に子宮を受け右肋骨骨折で離脱した経緯があるベンチの岡田監督も心配そうに見つめた金本は試合後なんともないですわからないですなどと説明したが痛みについては当たっているんで当たっていたらそりゃ痛いですよねと話した試合後のハイタッチなどには加わったが今後については未定 スタンドからは悲鳴に似た声が湧き上がりその後大ブーイングも飛ぶなど騒然とした雰囲気となったがさらに SNS が大荒れとなった事態があった支球を当てた山本がその後無失点で交番となった際に「球場 DJ によるアナウンスでナイスピッチング」と称賛したことに虎党は SNS で沸騰さすがに配慮に欠くアナウンスだけに。 怒りの声が飛び交っていた体めがけて投げることを責める野球などと勘違いしてないかバッターに恐怖感与えることも戦術の一つなどとと勘違いしてないか内角に投げるのと体めがけて投げるのとは全然違う本当にヤクルトの野球は卑怯さすがビッグモー高津不正でも何でもゼロに抑えれば褒められるヒットマンコンのヒットマン山本当たりやワイト役者ぞろい。 大量転写ついて当たるくらいの内角攻めを支持する高知監督とそれを褒めたたえる DJ ですしね車種がメジャー帰りの高知監督です日本というかふちの常識がないですにね球場 DJ って状況分かってんのかなデッドボールで負傷退場しているのにナイスピッチはないでしょ人としてどうかと疑われるレベルヤクルトはここ2年の栄光を自らの愚行で汚したね 明日から村上山田に攻めの姿勢でぶつけたらいい文句は言えないはずだ。